How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground.時刻は9時半ですね。ちょっと遅くなっちゃった、今山梨県の天徳山に来てます。2031メートルの山梨百名山ですね。天気がギラギラですね。今日は全国的にはね、曇りというか雨模様のところが多いんですよね。でも雨雲がこの山梨のところだけぽっかり開いてて、で来てみたらすごいですね、ギラギラ、むしろ暑すぎるんじゃないかぐらいの感じですね。じゃあまずは県徳山の入り口ですね、登山道の入り口向かっていきたいと思います。いや県徳山ね、ずっと来たかったんですよ。去年の暮れに登山ハマりだしてから、その時からもうずっと調べてて、県徳山のことは。ただタイミングに恵まれなくって、ようやく来れましたね。楽しみです。はい、ここが本格的な登山道の入り口ですね。じゃあここから入っていきたいと思います。まずは樹林帯をずっと登っていく感じですかね。天徳山は高さによって表情を変えるっていうので有名なんですよね。この樹林帯のエリアから少し高度を上げると開けたエリアがあって、でさらに上の方に行くとアスレチック感のある岩場のエリアがあって山頂っていうね、まあ、それが人気なんですけれども、今はこう修行のように樹林帯を登っていくっていうところですね。最初はね、ひたすら登るのね、きついわ。ただ今日ね、天気がギラギラなんで、もう標高低いところが樹林帯っていうのはまあ助かりますね。結構涼しいです。緑の綺麗なエリアに入ってきたね。標高も上げてきて岩も多くなってきてる感じ。そうね、水はですね、助かる。やっぱ夏だからね、かく汗が尋常じゃないよね。なので水は助かるね。本当に夏の登山は水分と塩分取りながら登らないと、途中でね足が動かなくなっちゃうんだよね。だいぶ標高上がってきたかな。道がだんだん開けてきましたね。
黄色い花この前水垣山にも咲いてたな。なんて花なんだろうか。花がね全然詳しくないからね、花詳しいとねまた登山楽しいんだろうなと思いますけどね。なんか道が開けて、あれ剣徳山の山頂ですね。いや綺麗だね。あそこまでまだ登るのか。こっから先はねこのしばらくこの開けた道を歩いていくのかなと思いますね。いやなかなか気持ちいいですね。でだいぶね高いところまで上がってきてます。剣徳山の山頂も見えるし綺麗だね。お富士山もちょっと見えますね。これ登れるやつね。登っとこうか。いやこの山頂まであと少しのこの最後の歩きの道めっちゃ気持ちいいね。山梨の街並みと向こう側の山々と富士山まで見えてね。よしあと一踏ん張りね。頑張っていこう。いやアスレチック感のある山が多くてめっちゃ面白い。
many mountains to get some confidence。 はい、じゃあご飯食べたんで下っていきたいと思います。もともと来た県徳山の登山口まで戻りますね。だいたい2時間2時間半ぐらいかなと思います。で、実は今日はね、午後から雨予報なんで、雨が降る前に帰ると下っていきたいと思います。ちょっとあっち方面の雲がね、暑くなってきてる気がしますね。気をつけつつも急いで帰りたいと思います。いい高原ヒュッテ串川これですね、行きの時に登ってきた道とここで合流しますね。で、同じ道を下っていくっていう感じですね。はい、県徳山登山口帰ってきました。いやお疲れ様でした。なかなかね、歯ごたえありますね。この奥秩父の一番奥側の山々、山梨側にあるあの山系は拳ヶ岳とかね、この県徳山とかね、結構ハードですよね。でも登りごたえもあって、で、山頂からの見ごたえもすごいっていうね。まあ、天気もね、バッチリ持ってくれてよかったなと思います。じゃあまたどこかの動画でお会いしましょう。